アントワーヌ・バロア・フォルティエはカナダのケベック州ケベックシティ出身の柔道選手。階級は8 1ラム級。身長1 9 0センチメートル。柔道は5歳の時に始めた。2011年の世界選手権では2回戦でドイツのオーレ・ビショフの前に敗れた。2012年のパンナム選手権では2位となった。ロンドンオリンピックでは無名選手ながら初戦で 北京五輪 73kg 級王者のエルヌル、ママドリ、2回戦で、地元イギリス期待のヤンバートン、3回戦で、世界選手権銀メダリストのスルジャン、ムルバリエビッチといった強敵を立て続けに破る、活躍を見せ、準々決勝で、ロシアのイワンにフォントフに敗れたが、その後の敗者復活戦を勝ち上がるとサニー、決定戦で、アメリカのトラビス・スティーブンスを破って、 銅メダルを獲得した。2014年の世界選手権では、決勝で、グルジアのアブタンディルチリキシビリに敗れるも2位になった。2015年の世界選手権では準決勝で、フランスのロイク・ピエトリの前に敗れ3位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、初戦で2014年の世界王者のロイク・ピエトリを破るも、 準々決勝でロシアのハサン・ハルムルザエフに敗れると敗者復活戦では世界チャンピオンの長瀬厚木に敗れて7位にとどまった2018年からパンナム選手権を2連覇した2019年には地元カナダで初開催となった IF ワールド柔道ツアーのグランプリモントリオール決勝で長瀬に内股で敗れて2位だった東京で開催された 世界選手権では準々決勝で敗れるも、その後の敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。アイフ世界ランキングは1120ポイント獲得で26位となっている。ありがとうございます。